庶民のテーマパーク炭焼きレストラン爽やかにやってきましたわ。ランチタイムは土着そ混んでますのに、14時頃は待ち時間ゼロでしたわ。さて、今日もしこたま肉をかっくらいに行きますわよ。これだけ空いているとまるでVIPラウンジに通されたようですわね。さあ、お決まりのげんこつハンバーグで優勝していくとしまーと思いましたが、今日は夢のお告げでハンバーガーがラッキーアイテムと出ておりましたわ。ここはあえて欲より定めを優先してみましょうか。というわけで炭焼きチーズバーガーですわ。熱いお肉の上にドローンとかぶさるチーズがたまりませんわ。たっぷりレタスと大きなトマト、隠れて玉ねぎも挟まってるのが憎いですわ。肉だけに上のチェダーチーズだけではなく、細かくサイコロ状にカットされたモッツァレラチーズも入っており、おダブルな風味がたまりませんわね。ハンバーガーはかぶりつくのがマナーですが、お嬢様ルールによって肉の断面を見せることを強いられていますわ。ご覧なさいこのレア感。げんこつハンバーグ同様に中身が赤い程度に焼き上げられていますわ。 125g はげんこつハンバーグのちょうど半分。カットされたあの肉塊と同じ重量がバーガーになっちまいやがって、食べ応えもバリ高ですわ。じゅわっと口に溶けていく質感と、口から鼻の奥まで広がっていく肉のうまみが毎度ながら最高なハンバーグですわね。バンズもいつものライ麦パンを少し片焼きでハンバーガー仕様にした感じですぞ。外はさっくりとした食感があり、中はもちもちとライ麦の香ばしさを感じますわ。揚げたてホクホク、サクサクな軽い食感のポテトも文句なしに最高ですわ。お腹もバッチグーで満たされましたわ。炭焼きチーズバーガー、ぜひお試しくださいまし。